はい、クエファンクです。ピックアップシリーズです。ピックアップシリーズ、今度は売り物。これは売り物なんですよね。あ、販売です。はいはい、うん、なんと、はい、まあ、ストラトのね、ストラト系ですよ今回は。はい、でピックアップの作ってたおばちゃんといえばあれですよね、はい、まさかまさかアビゲイル・イバラ、アビー女子、アビー女子の女子ってなんやねん女子の詩はあれでしょ、歴史の詩でしょ。そう、だな、何女子って？女の人ってことですかね。あれ何なのかね、あれさ、なんか今はさ、アビーさんも引退したから、うん、あのもうないじゃん、アビーさんピックアップって、うん、で、今ジョセフィーナ・カンボスっていう あの後輩がいて、うん、そ、後輩のが高騰してるんだよね、多分。あ、そうなんだ、うん、へぇ、ジョセフィーナってことはまた女の人でしょ。 JK、ジョセフィーナ・カンボス。C かな、それも書いてある、ジョセフィーヌ女子。そう、今その人がやってるらしいけど。でもアビゲイルさんの方がすごいんじゃないの？いや、だからすごいっていうのはさ、だから要するにあれでしょ、だから僕らが聞いてきた、まあ、地味編なり、うん、あそこら辺の伝説を作ったミュージシャンのギターのピックアップがあの人が巻いてたって話でしょ。作った可能性がまあまああるよね。まあ、なんか一人で全部作ったわけじゃないでしょ。まあそうだね、うん、そんなおばちゃんの、はい、アビーピックアップって言われてるやつですね。アビーピックアップって言われてるな。そう、あの後ろにアビーって書いたんだよね、AY AY だっけ。友達にアビコって女いるから、任せようかな。アビアビアビコちゃんかつアビーピックアップなんとかアビコY だったらいいな。アビコユイだ。Y じゃん。Y じゃん。アビーじゃん、マジで。やば。こんなところで名前出されてると思ってないから。つい日本から。ねえ。任せよう、マジで、あいつ。はい。で、粉音。脱線しすぎやろ、これ。粉落としとかでもさ、うん、アビ。はい。音聞きたいですよね。はい。こんなくだらない話じゃなくて。そうですね。これもともとどういう流れでうちに入ってきたの、これ。うちのピックアップを、うん、振り付けたら、うん、もういらなくなったんで。おお、超えたじゃん。でもそれ言っちゃうと売れなくなっちゃう。言えづらいよね。あ、いいね。ちょっと、らしくなってきたよ。うん、はい、一応、はい、アビゲイル・イバラの69年。モデル。じゃあ地味編ですね。うん、あれあれ、おじさんに、足長おじさん。足長おじさん。靴下おじさんに。靴下おじさん、これ買った方がいいよね。もう今、ちょっと進路迷ってるからね。これ買って練習しろよって。そうそう、進路わかるかもしんないよね。あ、これだみたいな。じゃちょっと弾いてみましょうか。はい。じゃあまず、フロントから。はい。69年っぽい音するね、これ。おー、ちょっと同社っぽい。これマーシャルにしてさっきのパズつなぎてえな。まあいいや、はい、じゃあ歪ませてみましょう、歪ませるといいね。リア、これ地味編の人はやっぱいいんじゃない。
稲葉さん。でもやっぱもう靴下おじさんですよ、時代は。時代世代交代してるみたいな。俺らの中のムーブメントが。地味編といえば稲葉さんだったのが、地味編といえばもう靴下おじさん。あ、でも貢献者というのは自分は地味編で目指してるって。俺、稲葉さんは別に地味編目指してると思ってないから。いや、こういう地味編目指してるのに死ぬ迷ってんだよ。それは困ったもんだよね。まあ、進路の選択肢に地味編ってないからね、普通は。大学、就職とかなんか、その選択肢に地味編まあ、地味編、おじさん持って、スラッと持ってたらね。持ってたらこれいいね。確かにエア感みたいなのも結構ある、ね。うん、ストロー感のある音って感じじゃない？ストロー感？なんかあの、多分中抜けしてる感じ。あで値段決めてないんでまだ、はい、欲しい人は問い合わせてください。問い合わせか動画をと出す時に、出す時にまでは、うん、には分かりました、ね、ますということで今は引退されておりますが、アビゲイル・イバラ女子の女子の、はい、アビーピックアップ、はい、まあ単体じゃもう買えないからね多分ね、はい、そうだね、はい、はい、全数のピックアップ欲しい方はご連絡いただければと思います。小山ファンクでした。